お会いできて嬉しいです。ブレイントレーナーのソンドゥリと申します。名前を見て日本人ではないことは分かりますよね。はい、私は韓国人です。約21年前、夫が日本で仕事するようになって、私も来日してからずっと日本で住んでいます。来日したその当時は日本語も勉強しましたけれども、はい、だんだん会話ができて、うん、なんかちょっと困らなくなったら、日本語勉強あんまりしなくなって、上手にならないまま止まっています。ところがですね、夫とは韓国語で話をするのに、なぜか韓国語も下手になってしまって、韓国に帰ると外国人扱いをされてます。国を越えて私は地球市民です。私の日本語の発音とかアクセントが気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、講義の内容に注目していただければと思います。で、私は韓国で、はい、心理学大学院で相談心理を専攻して5年間カウンセラーとして働きましたが、うん、まあ、本当の健康は体と心、精神を同時に扱うことで健康になることを実感しました。これは脳教育を通して、はい、分かってて、はい、そのきっかけで私が今ブレイントレーニングになりました。今日は講義ですが、そうですね、今までの私の経験、感じたことなどを皆さんとちょっとお話しするような感じでシェアしたいと思います。まあ、メモして覚えるようなそのような内容はないので、ペンなどはいらないんです。はい、じゃあ本日のテーマはですね、ストレス、心の疲れは性格や精神のせいなのっていう、はい、このようなテーマを、はい、準備してました。皆さん、ちょっとその前にですね、こう2002年、日韓サッカーワールドカップを覚えてますか？はい、日本も盛り上がったんですよね。その時、はい、日本はベスト16だったんですね。はい、韓国はなんとベスト4。はい、誰もこのような成績を収めるとは誰も思ってなかったんです。このような奇跡を作った人物がいます。はい、じゃあ2002年、韓国サッカー代表監督だったヒディングさんです。オランダ人です。で、韓国の、サッカー関係者、韓国人のサッカー関係者らは、韓国代表選手らは、精神と技術が足りなくて、体力はとてもいいと評価したんですね。でも、このヒリンクさんは逆に、精神力と技術はものすごくいいと。ですが、体力が、ちょっと弱いので、試合の後半になると力が尽きてしまって、最後まで戦えないんだと評価して、続けて体力訓練をしました。なんか緊張して話が、ちょっと止まったり。おお、そうですね。このように緊張するものですね。で、試合に負ける、そうですね。ワールドカップ前に大会があるんですね。親善試合とか。その親善試合で、負けていて、ほとんど負けていて、韓国では世論がとてもひどかったんです。監督を辞めさせろ
辞めさせろとか、はい、すごくひどかったんですけど、私もその当時ですね、韓国に住んでいて、あ、監督とてもかわいそうと思ったんですけど、まあ、オランダ人だから、韓国語が分かったなからからですかね、世論や評価にあんまり気にせず、めげずに、はい、体力強化をして、はい、見事に16、見事にベスト4に、はい、導いて、国民的な英雄になりました。はい、私がなぜこのような話をするかというと、まあ、2つの国に住んでみて、日本も韓国も、精神、意志、心を共通する文化だと感じたからです。皆さんはどう思いますか？否定的な感情、考えが止まらなく、頭がくちゃくちゃ、心が疲れてしまった時は、自分と周りを客観的に見ようとしないで、ただ性格、精神力の問題だと判断する傾向ありませんか？私はこのような習慣があるからこのテーマを選んだかもしれません。幼い時から精神力を大事にする文化の中で育てられ、教育され生きてきたので、でまた韓国人、日本人は真面目で、とても真面目で、精神責任感が強いから気を引き締めて頑張るのです。で、頑張ったのにうまくいかなかったら、より一層力とエネルギーを絞って絞って頑張るんです。それでも望んだ結果が出なかったら、今まで頑張ったことを認めず自分を責めます。最初は人のせいもします、環境のせいもします。ですが、自分のせいにすると辛いからそうですけど、結局自分がもっと精神力が強い人なら、しっかりする性格なら、頭が柔軟ならできたはずなのにと自分を責めるようになります。ストレスをよく受けるのも、心が疲れてしまうのも、性格や精神の原因であるケースも多々あります。これについてもっと知りたい方はですね、 YouTube チャンネル HTV、はい、動画をおすすめしたいと思います。はい、専門家たちの素晴らしい動画がいっぱいあるので、ぜひご覧ください。はい、じゃあここではですね、精神、意志、性格が問題だっていう今までの習慣通りに走る前に、はい、道をチェックしてほしいと、はい、思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。